ソーダガツオは、鈴木木サバモクサバカサ,サバアカマグロ族ソーダガツオ族、オーグシスに属する海洋性浄機類である、同族に分類されるマルソーダヒラソーダの漁師を指す、根性でもあり、漁師はそれぞれマルソーダガツオヒラソーダガツオと呼ばれる、場合がある、太平洋などを、全世界の熱帯、亜熱帯、温帯海域に広く分布する、肉食魚で食用に漁獲される、カツラ朝市で売られていた、 ソーダガツオ、2017年7月24日撮影。ソーダガツオ族は2種のみが分類され、それぞれ2種に分けられる。丸ソーダは最大全長5 0トル前後、ヒラソーダは最大6 0トル前後と、ヒラソーダの方がやや大型になるが、両種とも通常の全長は最大4 0トルほどである。両種とも背部は黒色に近い色、腹部は 銀白色だが口舌のようにあり鱗行き、災害上端の黒色斑、背部後半の模様の形状に違いが見られる。同じサバ科のカツオと同じく鱗は、体の前方にしかなく、対抗部にはないが、カツオと異なる、また類似する金煙種に、スマがあるが、そうだガツオは、両背びれが接近しているのに対し、カツオスマは、第一、第二背びれが近接しているほか、 スマは胸びれした独特の反転があることから区別できる。なお、平ら田をスマと呼び、スマをモンズマなど別の地方名で呼んで区別する地域がある。二種の区別点は以下のようなものがある。名前の由来は、カツオに似たれば、カツオだそうだと、いいしを、統治したる、ウオナ、常に群衆して、水面にしぶきを立てながら、小魚を捕食する。ということで、 ソーダガツオの故障はの意味とされる。漢字では、ソーダガツオ、騒ぎ大ガツオと表記するが、主に、丸ソーダを原料に作られる節は口実のように、ソーダ節と表記される。また、噴部が短く、目が口先に近づいていることから、目近の地方名で呼ばれることがある。食用として流通する際は二種を区別しないことが多く、地方名も二種共通の名前が多い。 本ガツオの漁獲量が少ない日本海側では単に、カツオといえば、平ラソーダを指す。その他の属称としては、ソーダガツオメジカフクライなどがある。個別の地方名は、以下の通り、丸ルソーダ、平ラソーダ摂氏20度以上の水温帯で産卵する。産卵期は春引く初夏で、孵化後は1年で 25cm 前後、2年で 33cm 前後。 三年で40センチメートル前後に成長する。沿岸沖合の表層を大群で回遊し、内湾部、寄水域にはほとんど入らず、水温が高ければ、冬に釣れる場合もあるが春はあまり釣れない。また水深が極端に浅い海域には、回遊してこないが、沿岸部でもある程度の水深があれば回遊してくる場合があるため、釣り船のみならず、外洋に面主海流が直接当たるような位相。 防波堤、砂浜などでも釣れる。肉食性で養魚期には、小型の甲殻類を捕食し、成長するとイワシなどの小魚を捕食する一方で、マグロカジキなど大型肉食魚に捕食される。両種とも、日本近海では、北海道九州南部の太平洋沿岸及び、日本海、東、シナ海沿岸、薬島、南西諸島、小笠原諸島近海に分布する。特に両種とも、 暴走半島以南の太平洋沿岸に多い一方、日本海、東、シナ海では秋に丸ソーダが多い反面平ソーダは少ない。日本国外では朝鮮半島南岸、東岸、チェジュ島周辺海域及び東、太平洋を除く世界中の温帯、熱帯海域でも確認されている。日本では秋引く冬に南日本周辺海域に集まり、 春引く夏にかけて北上して北海道まで回遊する。両種とも関東地方では海水温が上昇する。初回港に入り乱れて沿岸へ回遊してくるが、マルソーダよりヒラソーダの方が少し低めの水温にも対応しているため、晩秋の頃にマルソーダが日本近海から去ってもヒラソーダはしばらく釣れ続けることが多く、海水温が高めの年はヒラソーダが正月過ぎまで 日本沿岸を回遊していることもある。一本釣り巻き網、低地網などで漁獲されるが、特に低地網で年間3万トン程度の量が漁獲されている。その中でも、工実のソーダ説の原料となる、丸ソーダは、日本全国の水揚げ量のうち40%が、高知県内で水揚げされているほか、和歌山県南部では春引く秋に巻き網量、棒受け網量、低地網量で、 マルソーダが大量に、ヒラソーダも散発的に漁獲される。和歌山県日高郡南辺町、南辺漁港におけるマルソーダの年間観察個体数は2003年が49,528尾、2006年が22,342尾だった。ソーダガツオの稚魚は沿岸沖合まで高密度に出現することから、莫大な資源量が予測され、未利用資源としても注目されている。釣りでは、 アジサバマ大狙いのサビキ、天秤仕掛けの餌釣りなどで下道として釣れるほか、磯からカゴ釣りをしたり、相模湾で夏引くアギに、ギジ餌を使った、買ったクリ釣りをしたりしても数多く釣れる。船釣りでは稲田目地釣りの下道として釣れるが、ソーダガツオの群れに遭遇すると、針にかかったソーダガツオが走って、仕掛けラインが絡まることも多い。陸からの釣りでは外洋に面した磯。 堤防で夏引く秋に釣れることが多いが、砂浜でも波口から水深が深く潮流が早い場所ならば、ソーダガツオの回遊が期待できる上、そのような急激に深くなる砂浜は、海水浴場などには適さず遊泳禁止となっているため、海水浴シーズンの夏でも気兼ねなく釣りを楽しむことができる。防波堤、磯から釣れるサイズは 30cm から 45cm ほどのものが多く、 海面近くを失踪するように高速で泳いで、餌が落ちないうちに食いついてくる習性があり、引きの強さに加えて、初心者でも、自業に当たれば数多く釣れることから釣り魚として人気が高い。ただしマアジなど小型か遊魚に比べて魚体が大きく、引きも強いため、追い食いを待って一度に複数釣ろうとしたり、糸を出したりして魚を水中で走らせたりはせず、 一尾ずつ強引に引き寄せて釣り上げることが望ましい。相田ガツオは年ごとの違いこそあれ、基本的に防波堤からはカゴ釣り飛ばし行きのサビキ仕かけるアーツリなどで釣れ、カゴサビキ釣りでは以下のようなタックルで釣ることができる。基本的には表層を回遊するが棚が深い場合もあるため、表層向けのブリッジ仕掛けなどだけでなく深めの水深に、 対応したおもり付きのサビキ仕掛けなどを用意することも望ましい。仕掛けはまずポイントより、遠目に投入した上でリールを巻いてポイントまで持って、来るか、潮の流れに合わせて、潮目まで流して、群れを待つ。活性が高い場合は誘いをかけず仕掛け、餌を投入するだけでも良いが、食いしぶりしている場合は竿を大きくしゃくって水中に、き絵を拡散させると良い。丸そうだ。 平らそうだ漁師とも口実のように鮮度が落ちやすく、ヒスタミンによる食中毒を起こすリスクがあるため、釣ったソーダガツオを持ち帰る際には氷入りのクーラーボックスが必要となるが、漁師とも釣った直後に適切な処理をすれば高い鮮度を保持したまま自宅に持ち帰って賞味することができる。漁師を含むサバ科の魚に限らずいわゆる青魚と呼ばれる海遊魚は全般的に 釣り上げてから、速やかに適切な処理をして早めに調理することが、望ましい。釣り上げて、釣り針を外した直後に、頭部、胴体を掴んで、背中側に曲げることで、頸椎を折り絶命させ、帰り値を浴びないよう注意しながら、すぐ海水を汲んだバケツに入れる。その後、できれば、アニサキスなどの寄生虫がいる可能性が高いエラ、内臓も除去する。いけしめ。 内臓などの除去ができたら手早く大量の氷と海水を張ったクーラーボックスに投入して冷却、保管する。ソーダ説、編集ソーダガツオは漁師ともイノシン酸など旨味成分が多く濃厚な出汁が取れるため、日本ではカツオ節と同様の方法でソーダ説に加工して流通し、関東風のそばつゆなど濃い口の日本料理に利用されることが多い。 ソーダ説は鰹節より濃厚でコクのある風味が特徴で、やや厚めに削った削り節は麺つゆ、タレなどを作る用途に用いるほか、薄く削ったものを一般家庭用で用いる。特に、愛知県名古屋伊勢で好んで利用され、愛知県では、道県名物の騎士麺に利用されるほか、名産品の八丁味噌に合うと好まれる。ソーダ説の原料には主に、丸ソーダが利用される一方、 平ら田は、まとまって漁獲されないこと、死亡分が多いことから、そ田だ節への加工原料には、向かない、そ田だガツオの一大産地であり、市の魚に指定されている、高知県戸佐清水市では、市内にある、足摺岬の沖合が、そ田だガツオの産卵場になっており、日本産のそ田だ節の7割以上が同市で、生産されている、同市では、そう節は、メジカ節とも呼ばれ、 マルソーダの生理説を燻製にしたものが、ヒメガツオとして売り出されている。鮮魚、編集量種とも秋引く冬が旬とされるが、血液中のヒスチジンが多いことから、鮮度低下が早く、ヒスチジンから編成して発生したヒスタミンが、一定量を超えたものを食べるとジーマシン、オートなど、アレルギー反応を含めた食中毒を起こす、可能性がある。 両種とも鮮度が低下するとヒスタミン中毒のリスクがあるが、平ソーダ以上に血合い肉の部分が多いマルソーダはそのリスクがより高いため、マルソーダの生殖は推奨されないと記載された文献が複数存在する。一度発生したヒスタミンは加熱しても分解されないため、鮮度が落ちたものは食さないこと、ヒスタミンが生成されていない新鮮なうちに食べること、 特に丸ソーダは、生殖を避けるか、血合いを除去することが望ましい。目利きの目安としては、ヒラーダの場合、エラが先行色で、体が丸くて体高が高く、体表の銀色が強いものを、丸ソーダも、触って固く、エラが先行色のものを選ぶことが望ましい。丸ソーダ、ヒラーダだ両種とも唐揚げにすると、血合い付近に、独特の風味があってうまいほか、 くの原料になるほど豊富な旨味が含まれていることから煮付け、あらしにして美味である。マルソーダ、編集マルソーダは血合いが多く血合い由来とされる独特の旨味が強い魚だが、高知工科大学の研究によれば同じく、サバ科の海水魚で痛みが早いとされるごまサバと同じ冷蔵保存条件で比較したところ、いずれも約2倍の速さで、 鮮度低下が進む傾向にあることが判明した。このように、マルソーダは特に痛みが早く、死後に時間が経過すると、ヒスチジンから多量のヒスタミンが生成されることで、ヒスタミン中毒を起こしやすくなるため、生殖は推奨されないとされるが、村越正司会は、釣れた直後に血抜きをして内臓を、エラを取り除き氷で保冷すれば刺身、叩きで生殖できると述べている。 産地周辺以外で鮮魚として流通することは非常に少なく、関東地方の卸売市場などでは、ほとんど見かけず、来ても非常に安い魚で、一般的には加工品として出回る。本種は主に、ソーダ節の原料とされることが多いが、節取りして蒸したものをフレークにして、サラダかき揚げ、つぼろなどに加工すると美意味で、調理説、煮物、唐揚げ、干物、 焼き魚などでも食べられる。煮付けは、やや硬いが、旬の時期の煮付けは特に絶品で魚好き、調理説でもうまい。一方で、高知県須崎市、高岡郡中戸佐町では、水揚げしたての丸ソーダの養魚を、目近の新古と呼んで珍重し、8月から9月下旬の、わずか約1ヶ月間のみ、刺身で食べる食文化がある。丸ソーダの多くを水揚げしている、須崎漁港。 釣り両方にて水揚げしている、呉漁港、上野海漁港周辺の地域においては、マルソーダの刺身は、すぐに当たる魚と認識されてはいるものの、漁獲した当日中のみ刺身で食べられるという制約のもとで、地には、カツオの刺身以上の高級食材として流通している。メジカの新古は、中土佐町の呉大正町市場などで季節の風味として親しまれてきたほか、 最近では大産地として知られる道県と刺身寿司でも提供が始まっている。また、鹿児島県南薩摩市笠さ,さでも、養魚を刺身で食べる食文化がある。平らそうだ。編集高知県室戸市室戸岬沖産ひらそうだの刺身。本種の刺身は本文中で述べた通り、絶品と評する声もある。左に大葉、刻みみょうがをそれぞれ薬味として添えている。 2018年5月10日撮影。平相そは、丸るそうに比べて、血合いが少なく死亡分が多い魚で、関東地方の卸売市場には秋引く初頭に、まとまって乳化し安価に流通するが、混格されるカツオより鮮度が落ちやすい。また正確な統計こそないものの、漁獲量は、丸るそうより少ないとされ、相う節への加工原料には無価。しかし本種は前日のように、 鮮度保持にさえ注意すれば、とても美味な魚で、産地では、丸ソーダ以上に評価が高く刺身用として、人気の魚である。新鮮なものは刺身、たたき、なめろう、漬けなど生食で賞味でき、煮付け、竜田揚げ塩焼き、みりん干し、勝り節など、加熱調理でも美味である。本種は秋引く冬が旬であるが、中でも皮の下に白い脂肪の層があるものは、 油が乗って非常に美味で、旬の時期には水温低下に伴い皮下脂肪を増やす。油が乗っていない時期でも叩き、カルパッチョにして食べると美味であるほか、玉ねぎ春菊と共に切り身を煮込んで食べる入り焼きにも向く。カツオの魚場である三重県伊勢島地方では、漁師がカツオ漁の檻に取れた平ソーダを洗浄でぶつ切りにして、醤油に漬け、あらかじめ用意した酢飯と混ぜて、 即席のまかない料理として食べたが、同地方の郷土料理であるチラシ寿司の一種、テコネ寿司はこの漁師料理が起源とされる。高鮮度な蕎麦が、低地網などで多く水揚げされる、三重県尾鷲市では刺身、叩きとしての需要が高く、特にカツオがない時に重宝される上、さらなる高鮮度化を目指して戦場を生けしめも行われている。また、徳島県太平洋沿岸部では、 平らそうだを刺身、山かけに漬けなどにして食べる。本種はかつて産地周辺で消費されることが多く、大消費地では滅多に見かけない魚だったが、近年では同じような利用法で食されるスマと同様に流通の場で見かけることが多くなり、価格も高騰傾向にある。郷土料理、編集静岡県伊東市の郷土料理、うずわ飯、うずわのた,たき、青唐辛子のみじん切りをあえ、 丼の白飯に盛り付けたもの、同市内の海鮮居酒屋、海鮮料理店、伊豆鮮魚商丸高にて2018年3月25日、撮影、ソーダガツオ、わという地方名で呼ぶ静岡県伊東市では、細かく刻んだ、渦ずわの叩たたきと同じく細かく刻んだ、青唐辛子を和え、丼に盛り付けた白飯と共に食べる、漁師直伝の料理、渦ずわ、定食がある。 伊東市内の究極のローカルフードと称される。渦は定食は以下のようにサンドの異なる味わいが楽しめる。まずは叩きをそのまま賞味する。刻んだ青唐辛子と混ぜ、丼の白飯に盛り付けて食べる。最後に、ソーダ節から取っただし汁をかけ、茶漬けとして食べる。2016年7月26日に、テレビ東京系列で放送された七色日より。では、 タレント、藤原治己れと、温泉ソムリエ、大藤光一が、同市の海鮮食堂、居酒屋、伊豆鮮魚商丸鷹を訪れて、渦は定食を賞味した。なお同店における、渦は定食は、鮮度が重要な料理であるため注文が入ってから、調理される。同じくソーダガツオ、渦はの地方名で呼称する神奈川県清少地域では、万華初頭に定置網漁で大量に漁獲され、 成長地域の定置網漁では、毎年漁獲工場に入る。同地域では、ソーダガツオを塩漬けにして、冬場に食べる、伝統的な保存食、塩漬和があるが、同じ神奈川県内でも横浜市、川崎市などの鮮魚店、スーパーマーケットにはあまり流通しない。これに加えて、近年は、産地でもソーダガツオの食用需要が減少しており、小田原市漁業共同組合の女性部が新たな、 食べ方として、ソーダカツオのフレークを考案するなど、県内の各漁業共同組合が、ソーダカツオ炭焼きなど、定量魚の利用向上策に取り組んでいる。また、カツオ漁が盛んだった三重県渡来郡、南伊勢町では、平ソーダが10月の12月の約3ヶ月間にわたり、水揚げされるが、そのソマカツオを3ヶ月以上にわたり塩漬けにした、保存食、ソマカツオの塩切りが、 伝統的に生産されている。伝統的な生産方法では、約2ヶ月間にわたり漬け込むが、民宿、豊や官兵衛から商品化された、ソマカツオの塩切りは、よりまろやかな風味を実現するためさらに長期間、漬け込んで熟成させている。近年ではほとんど生産されていなかった、ソマカツオの塩切りだが、2012年夏に、同町の民宿、豊や官兵衛の、 主人親子が偶然作りすぎて余っていたものを試食してみたところ、意外に美味しかったことから商品化され、同年度の三重のお宝食材大賞を受賞したほか、雑誌、ブルータス2014年3月1日号にて紹介されたことをきっかけに、各メディアで報道され、注文が殺到する人気商品となった。小汗市など30県東奇州地方では、 ソーダガツオ、サバカツオ、マグロなど青魚を肉の代わりに用いたすき焼きの一種、魚の自負という郷土料理が食べられている。食用以外にはフィッシュミールクエツリの付けマグロなどの餌などに使用される。神奈川県西昇では近年、塩ズ図を作る人、ソーダ節の加工場が減ったため、大量に漁獲されるソーダガツオは市場価値が低下して非常に安価で取引され、その多くは 食用ではなく、飼料、肥料の原料として使われている。ありがとうございます。